殴る。うん、殴った。あ、寝過ごした人大丈夫です。これ2戦目です。2戦目始まったばかりです。交換した。もう23時50分ですけどね。延長してお送りしております。危ない。延長したんだっけ。俺がしといた。あ、じゃあ大丈夫です、ね、じゃあ次はもうちょっと早いパッパッパッパやります。まあもう延長なんて本当ですか。じゃあ一回やります。勝手にしてください。はい、好きにやってください。ご自由に。ご自由にですよ。出たよ。あー、リズネルね。とはいえ向こうバルカヌスいなくなりましたから、2500のやつがいなくなったのがでかいんじゃないですか。なるほどね。いろいろあれですね。気持ちが出ちゃいますね。出ちゃってますね。はい、2000ですからね。どうします。うん、まあここはリズネルです。あれですね、まあ熊で、うん、熊をジャンプブロック、リズネルはちょっとさすがにちょっと痛すぎますね。一旦待てばね、うん、流脈でパワーも上げられるって言ったら、そう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 、ここはちょっと2点はしないやつかなと。戦闘フェーズ終わってないですよ。分かってますよ。考えてたんですよ。あ、考えたのね。はい、はい、ごめんなさい。ちょっと余計なこと言ってます。大丈夫です。あんま言うと、あんま言うと、おめえ、みりんさんに帰り道バールでボコられる。ちょっとそれはあの非火希望だったらまだなんとかなるんですけど、バールのようなものは危ないですね。ネロが今回は出てきた。今回は出てきましたね。ジアレグマが強化されている、うん、これはでかいんじゃないですか。でかいですね、うん、チェック。はい、あ、で、ないせなになになになんつった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 の今なんつった何語だで、で、たいてみたいになってましたけど、あ、で、今何持ってきました、何持ってきました、今何持ってきました、聖天大戦持ってきました。一応ゼロ、ゼロ機を押すと分かるんです。我、聖天大戦持っていきましたよ。そこに。そうですか。そうです。聖天大聖は時代一デッキとはいえやっぱ言うてもきついですからね。こっちが3500にうまいことパンプアップできればあれですけど、4000とかね。リズネルとネロの交換はしないと。うん、さすがにね。まあ今交換されても痛み分けって感じですけど、うん、まあ、うん、ネロとリズネル交換なら痛み分けだな、うん。でどっちかというとコスト的な意味ではネロの方がアドバンテージ持ってます。そうですね。そう、3コスのやつで、こっち3コス落としでそっち2コス落とし。あれ、これって、うん、何ですか。質問は別にいいですよ。これって、うん、これ使った時に選ぶじゃないですか。はいはい、選びます、選びます。これリズネルだけになるんですか。そんなことない、相手のやつです。ちなみに私がこの場にリズネルがいたのはどうなんですか。こっち、ああ、そう、相手のやつだからこっちになるかな。私のリズネルにかかるってことですか。そういうことだね。じゃあ向こうは使えなくなるってことですよね。うん、まあまあそういうことだね。はい、はい、そうだね、うん、リズネルが出たら新参の流脈はリズネルに行きます。私のリズネルに行きますよね。そう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 、俺の流脈が使えなくなるわけだな。そう、そういうことだね。だからリズネル、リズネルになるとどっちともヒストリーが使いにくくなる。そうそうそう、うん、なるほど、うん、ゆうちゃんまだ、まあ、もう時代2になった。早かったですね。俺高校だったしな。うん、3ターンでちゃんと時代が発表できたんですね、うん、さあ熊攻撃してくる、まあ、これはね2500と操作すんのってなっちゃいますからね。もうスタート。ここ守っていく。なんかあるんですか。いや、あるんですかって言われてもって感じです。まあ鉱石か持ってますから石を増やしたい。まあ青天耐性を持ってったということは次のターンで青天耐性が来る可能性が出てきましたね。ネロも殴ってじゃあ あ、まあリズネルと交換をしないということであればそうですよね。うん、大丈夫。
晴天耐性出てくんときついね。何もしないよ、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 はい、気をつけろ、やつの上等手段。何もしないよ。だからね、ミツさん嫌なんですね、ブラフが。あのね、要は頭の中にカードソースが揃いきってないから、うん、知らないことやられると分かんなくなる。なんかあるのかなって思っちゃうっていう。そうね、そのビクビクにより、うん、なぜか最後まで想像を3枚抱えて終わるという、終わるっていう事故を発揮してくれるんです。うるさい、これはもうね、かけていくしかない。うるさいっつったぞあいつ。かけていくしかない。すごいな。さあ、展示門でしたっけ。そうです、2階の展示門。黒の、CA にある黒のカードを1枚犠牲にすると強くなります。強くなるんじゃなくて、ユニットパワーマイナス1000、ただリズネルしか選べません。逆にリズネルが下がるわけですね。そう、うん、そろそろ来ますかね。まだ来ない。あ、いや来るんじゃない、だって6揃ったね。まあ、あの今のとこ3500で余裕でカードできますから、イエーイ。まあ、でも、うん、大丈夫です、うん、大丈夫、何が大丈夫です。さあ、リズネルがアタックしてきた。天呪文はまだ使えません、うん、CA に黒はないの。黒はないですからね。総裁もありですね。うん、まあ嘘です、ないです。いや、わかんねえよ。ない。だ、俺の、うん、流脈はミリンちゃんのリズネルで、ミリンちゃんの天呪文は俺のリズネル。そういうこと。お互いにリズネルを封じれてるっていうか、うん、あのヒストリーを封じれてる。そういうこと、そういうこと。そういう意味では二人ともいい感じではあるんだけどね、うん、おっと、ここでバルカムス。いいですね、いいですね、これはいい、これはいい、いなくてよかった、うん、はい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 。で、うん、でリズネルとヒッポリテ東 A にある。ミニさんは門が好きなんですかって。はい。じゃあ今度メイズエンドやるか、2人で。なんすか、メイズエンドちょっとやっ試してみようか。なんすか、はい。はい、好きですよ。好きだ、門が好きなの。そうか、即答でしたからね、悩まなかったね、うん、またミニさんは門が好きってこと覚えててください。はい、はい、で、うん、でなんだよ。生体制どうするんすかこれ。知らねえよ、まあ、普通に言ったらダメだから招待するんじゃねえの、通常なら、まあ、そうですよね、倒すんならね。でも倒る、まあ、はい。まあただ攻撃できるユニットがね、今3体ですから、この3体か、うん、どれをこう犠牲にしちゃうことになるのか、どれも犠牲にしたくない。バルカヌスは出たばっかだな。バルカヌス、そう、うん、うん、だからやるならクマとリズネルになるよね。いや、リズネルは、もしくはネロとリズネル、ネロとリズネル、ネロとクマ、うん、これはダメ、うん、これ攻撃しません。おや、お、なるほどね、一回待つと。聖天耐性の抑止力、いやー、3500は引っ張れてくれば別だけど、こいつ1個出しただけで、うん、あの盤面の攻撃を止められたと、うん、素晴らしいですね、素晴らしい活躍です。いや、3500やっぱでかいし、おっと、ここでまさかの想像だ。何を想像する、そんな想像力豊かだっけ。これで、はいはい、1使ってね、ポリューテ持ってくる。なるほど、じゃあスペルはエンド前に使おう。そうなんだよ、対戦相手の。そう、私それいつも忘れるからもうやめます、うん、今使っちゃうとあれがバレちゃうんですよ。バレちゃいますよ、うん、いつも忘れちゃうんですよ、戦略がね。もうちょっと慣れたらやります。はいすいませんでした、ごめんなさい、俺が悪かった。まあ、もう一枚ね、大台が出てたんだったら今ので使ってもいいんだけど、最悪まあメインで出せる、スプーンじゃないですか。そうそう、でもそれだったらっていう話いろいろ出てきちゃうんだよね。要はね、エンド前にやるっていうのは相手に、相手の、ね、心をくじくことができる。そうそうそう、え、それじゃねえと思ってた、めんどくせえって思わせることができる。めんどくせえって思わせることができるっていうのは強みなんです、うん、でも今考えたんですよ、エンド前やった方がいいなって思ったんですけど、じゃあその方がよかった。でも絶対間違えて嫌だなと思って、間違えて嫌、そんなに記憶力ないことないでしょ。あっ、あってなるから、いつもあってなるから、だったら、はい、
さあ来た、これはチャンプブロックするのか。ユーモを持ってますから安心して攻撃できます。安心ですね。さらに天呪文も使えませんので、うん、通るなら3点、防御するなら誰か。